じゃん。これ。カットしたケーキ食べたんですけど、これを使って、今日は初ティラミスを作っていきたいと思います。なんか風邪ひいちゃって、声がね、ガラガラなんですけど、買ってきたのはホイップ使うのかな？使うのかわかんないけど。あと、クリームチーズ。私、チーズ、風邪ひいちゃって。チーズ苦手なんだけど、ちょっと、トライしてみます。なんか、ティラミスはね、好きなんだけど、いろいろ作れるみたい。こんな感じ。なんかね、結構いろいろ作れるんだね。でもちょっとティラミス挑戦してみたいと思います。じゃ、クリームチーズ。よし。めっちゃ簡単だよ。動画で見て、そのまんま。クリームチーズ。今日も買ったマシンを使って。よし。ちょっと硬いんだよね。ちょっと待って。硬い。硬い。これ全部使えるのかな？硬いね。ちょっと待って。硬いので、なんかね、うちキッチンが狭いの。今冷蔵庫から出したばっかりだから。おお、カメラのさ、固定もめっちゃ大変。しかも、一人でやるって大変だよね。ちょっと待って。綺麗に。なんか、クリームチーズだけだとちょっと、私は苦手だから、ちょっと味変したいと思います。ちょっと綺麗に撮りたい。こういうのってさ、割と気にすんの？最後の最後のまで綺麗に撮りたい。こんな感じ？よし。カメラの固定が難しいね。ちょっとね。よし。見苦しくてごめんなさい。クリームチーズ、はい、入れました。今ちょっと硬いので、なんかホイップクリーム使わない感じ。ちょっと柔らかくします。でね、今日はこのタッパーに入れようと思ってるんだけど、かなり量ができそうだから、ちょっと一回回します。おう。これに、お砂糖、どれぐらい入れるの？
たいな。あ、うわ、怖い怖い怖い。スイーツ作りをちょっと極めたいんだけど。なんか風邪ひいてさ、寝たいんだけど寝れないのよ。わかる？なんかめっちゃ寝て早く治したいなと思うんだけど、なんか寝つきが良くないんだよね。なんかでこういう暇な時ってめっちゃ何をしたらいいかわかんない。ちょっと一回混ぜます。おう、滑らかな。ちょっと柔らかくなった。これでクリームチーズだけだと私はちょっと苦手なので、本当はチョコレート入れたいんだけど、チョコレートはケーキを作るときに使う。なのでココア入れよう。ココアで味変。めっちゃ大雑把だけどね。なんかね、クリームチーズだけだとやっぱチーズ嫌いだと味がね苦手なんで、なんかちょっと混ざってくれない。ちょっと待って。これで混ぜたいんだけど、ちょっと待って。ゴー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 。うん。ちょっと混ざってきた。いい感じ。ちょっと待って。ちょっとついちゃった。ちょっと混ざってきたね。なんかこんな時期に風邪ひくとは思わなかったのに。おお、こんな感じでいいのかな。たださ、この中に詰まってるから、え、何で伸ばせばいいんだろう。めちゃくちゃな動画になってるけど、美味しくできたらいいな。はあ、風邪ってつらいね。なんだろう、風邪ひくタイプじゃないんだけど、私毎回熱は出ないんだけどさ、喉がやられるんだよね。あとなんとなく寒いっていうのかな。なんかうまく綺麗になりたいんだけど、なかなか難しいね。これでちょっともう一回回しますか。
これみんなどうやってやってんだろう。よし、ちょっと待って。ます。じゃないもん、こんぐらいで。とりあえずね、クリームチーズのココア味ができました。これをちょっときれいに取りたい。どうやったらいいんだ、ちょっと待って。よいしょ。こうやってきれいに。この間がもったいないよね。うん、ちょっとこれ以上混ぜると、なんか、よし。ああ、なにこれ。どうやって取るの、これ。ちょっと、こうして。ああ、うまく取れない。お、だいぶ取れてきた。うん。よし。お、カメラが逃げ切ってた。私さ、動画の編集ができないの。やろうと思えばできるんだけど、なんかやるのもなんかその時のモチベーション、ていうか顔出ししてないから別にね、動画編集いらないっていうの。なんかさ、リアル感の方が私いいような気がするんだよね。あえてなんか作ってないって感じの。自分で勝手にそう思ってる。なんかだいぶ取れてきたよね。ね、ちょっと。今ね、何時だと思いますか？今ね、お昼の時間だけど、することがないので、ちょっと、料理でもするかっていう感じでやってます。寝ようと思ったんだけど、寝れないの。なんか、寝すぎちゃって寝れない。昨日もまた見切ってる。昨日も早く寝て、夜中目覚めて、いや、もう全然寝れないと思って、なんか、風邪薬飲んでんだけど、全然眠たくない、眠気が来ないと、なんか嫌なんだよね。あ、これ、綺麗に撮りたいな、ちょっと待って。ちょっとこっちフォークで、なんかさ、こう もったいない量だから綺麗に、パティシエの人ってこういうのって綺麗に取ってんのかな。うん、どうやったらこう綺麗にね、だいぶ取れてきた。よし、昨日さ、こっちのケーキを作ったんだけど、でこれ買ってカット、あれ、
ケーキ作ってカットした部分を食べたんだけど、まあまあ普通って感じだった。まずくもなく美味しくもなくっていう感じ。よし、とりあえずこれでいくか。はい、これでちょっとね、汚いけどクリームチーズの、はい、中身ができました。こんな感じで、ここは味、はい、んでこれに入れていきます。で、中のクッキーは昨日作ったケーキ、ここは昨日食べました、味見で。まあそんなにうまくもなく。じゃあここカットして、あとはね、残りはね、ちょっとデコレーションしていきたいと思います。で、私なりにちょっと、結構みんなティラミス作るときってクッキーにコーヒーを浸してるんだけど、私はこのスポンジを利用したいと思います。こんな感じでちょっと切って、クッキーっぽく切って、っていうのが、そのクッキーを買いに行くのがめんどくさいっていう、それだけです。よし、んでコーヒーは作ってんの。ちょっとこれ入れるものないから、ちょっとこれにね、コーヒー、これなんかエスプレッソにしたかったんだけど、まあちょっとこれコーヒーです。キッチンが狭くてね、ちょっとこの容器で作っていきます。で、コーヒーに、はい、このスポンジたちを浸し、めっちゃ大雑把だけどね、こんな感じでちょっと浸し。でもこういうやり方もありだと思うな。で、はい、引きます。よし、ちょっとめっちゃ目分量だけど、はい、ちょっと残りはちょっと入れます。はい、こんな感じでね、ちょっと、はい、生地を引きました。で、この実はね、これなんかコーヒーが熱いからあれなんだけど、わかる？湯気ができて、これが、はい、でクリームチーズいきます。これ後で冷やして食べる。今はちょっと暑いけど、こんな感じで、なんかココア味っていいよね。こんな感じ。ティラミスって初めて作る。全部使っちゃえ。残しても使わないから、みっちり入れます。こん
な感じ。よし。んで、でまたスポンジを入れます。じゃあちょっとコーヒーをまたちょっとこれぐらいかな。これコーヒーです。でまたスポンジを、はい、ドバッとドバッと浸していいね。なんかめっちゃ吸ってくれる。足りるのか。ドンと置きます。はい。ドン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 。ちょっとこれ足りないかな。足りないかな。ちょっとちょい足し。これぐらいかな。コーヒー。めっちゃ適当でしょ。コーヒーを浸してスポンジだからめっちゃ吸ってくれる。いいね。ちょっとで、はい、ドンと。ちょっと溢れてるんだけど、しゃあない。はい、それで残りの残りこんだけあります。ちょっとかき集めてね。きれいに使いたいから、もうね、かき集めて、いい感じ、きれいに使い切りたいので、じゃん、はい、残りは。鳴らしてごまかす。これでまずかったら最悪なんだけど。見た目ちょっと待って。これちょっと綺麗にね。もっとうまく。どうですか、これ綺麗に取って、あとは鳴らす。でもこれね、冷蔵庫で冷やします。こんな感じ。とりあえずめっちゃてんこ盛り作った。見てみて。はい、んでこれを最後に、ここはパウダーで、どうしようかな。綺麗に
今日はちょっとあれしたいので、これでココアパウダーをならし、たっぷり、はい、出来上がり、初ティラミス。蓋が閉まんないんだけど、これでラップして、2時間ぐらい冷やして後で食べます。はい、こんな感じで初ティラミスできました。じゃあ試食の時にまた動画作ります。どう？見た目最悪だけど多分うまいと思う。はい、今日は初ティラミスです。またチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。じゃーん、声がね枯れちゃって申し訳ないです。ちょっと風邪ひいて鼻声なんですけど、先ほど作ったこれ、なんか見た目すごいけどなんだっけ、ティラミス冷やしましたので、ちょっと試食してみたいと思います。これあれなんだっけ、コンビニでもらったやつ。なんか風邪ひいて頭が回らないんだよね。これちょっと初めて作ったティラミスなんですけど、私なんだっけ、牛乳とかチーズとか乳製品が苦手なんですが、ちょっと最近スイーツ作り始めたいと思って作ってみました。てんこ盛り、クリームチーズの量が多かったんだよね。やーん、見てこれ、見た目がグロテスクだ。なんかね、クリームチーズだけだと味が、私はチーズの味が苦手だからココアを入れました。本当はチョコを入れたかったんだけど。じゃあ試食タイム。いやー、美味しいのかな、どうなんだろう。ちょっと待って、うん、ああちょっと待って、味が分かんない。うん、あーなるほどね、食べれないわけではないけど、うん、何だろう、何が足りる、いやー、なんかね、なんか足りない。いや、思って、うん、何だろう、普通って感じ。うん、あー、やっぱ私あれだ、クリームチーズ苦手だわ。微妙にチーズの味感じる。なんかコンビニとかで売っているティラミスとかは全然食べれるの、ケーキ屋さんとか。クリームチーズの味を消したくてココアを入れたんだけど、多少残ってるね、チーズの味。うん、何だろう、
いや、やっぱ店で売ってるのと全然違う。これさ、ちょっと捨てるのもったいないから、なんか次作るデザートになんか生かしたい。何がいいかな。食べれないんだけど、食べれないわけではないんだけど、やっぱお店の方が美味しいね。いやー、なんだろう。なんとも言えない味。めちゃくちゃお腹空いてたら食べれるけど、今さっきさ、夜ご飯食べた後だから、ちょっと食べたらもういいかなって感じ。味変したいね、これ。どう活かせばいいのかな。もったいないから、最後までちゃんと食べるけど、なんか変わらないと食べれない。見た目がこうだもんね。これ一応ビスケットじゃなくて、私はスポンジケーキを入れました。わあ、スイーツ作りうまくなりたい。ってなことで、こんな初ティラミス作ってみました。また次の動画でお会いしましょう。鼻声ですいません。ちゃんときれいに食べます。じゃあまた動画あげます。ありがとうございます。